どうもこんにちは、塾のです今回の舞姫大学特別講義なんですけどもまあ改めてねなんでお金稼いでるのかなとかねなんでいつもお金のことを考えてるのかなっていうことを考えてみようかと思います。まあ非常に単純なんですけども、まあ、私がねお金のことを考えてるのは、まあ、お金そのものが人生を大きく左右しうるからなんですよ。 人生のすべてがお金だって言ってるわけじゃないですよ。そういう極端な考えに結びつかないようにするためにも日々お金を操る力っていうのが大事だと思うんですよ。その操る力の一つっていうのは、まあ、我慢することですかね。あのこれはいらないよねっていうふうに思えるかどうか。そしてもう一つはこれはお金使いたいよねっていうような体験ですとか旅行ですとかプレゼントですとかそういったことに対するお金。 の収入の得方ですよね当然どこかの会社に勤めてそこからお給料をもらうために一生懸命働くっていうやり方も十分尊重できますただそれをしようと思うとおそらくですよ丸一日とか丸一ヶ月とか丸数十年ってものが自分の人生の時間からすっぽり抜けてしまうんですよそれはお金をある一定の金額いただくために自分の 生命限りあるる時間を提供すっってことになっちゃうんですよねもちろん自分が所属する会社とかその業種が好きで好きでそのもの自体が自分の人生っていうふうに重なってればいいと思いますただ私が思うに格闘技が好きで10代の頃にその道に入ったある一定の成績を出してセカンドキャリア自分のその能力を生かしてトレーナーとして 30代40代をやりくりしたものもじゃあ次50代からはそれが使えるのかなと思うとどん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 難しくなってくると思うんですよね。もちろん格闘技ってのは一定の割合でブームが来ますその時にに上手に乗るることができるかもしれませんただ永続的なブームっていうのはね基本的にはなくてどちらかというと格闘技に身を投じてしまうとほとんどの人は その豊満な肉体をですね、まあ使うこともなく、結局別の能力を生きるために編み出さなくてはいけないってことになるんですよ。その他ですね、お金を稼ぐために自分の能力や自分のコミュニティを他者に依存してしまっていたりすると、やっぱりね、コントロールできるところが少なくなっちゃうんですよ。 まあそうなると自分の好き好み関係なくとりあえず何かアクションを起こせば一定の金額が市場から集められるよねつまりビジネスの仕組みを手に入れることっていうのがあれいろんな意味でね有効なんじゃないかなと思うんですよ。そしてこれは自分に対してだけではなくて他者がお金に困った時もそのノウハウを、うん、使ってですね助けてあげることができるんじゃないかなと思いますね。さっきの例で言うと格闘技を,身を立てた人は じゃあ肉体的にちょっとね、えー、戦闘意欲がなくて、えー、そんなに強靭な肉体を持てなかった体を鍛えてこなかった人に対するアドバイスっていうのが限られてきちゃうんですよねでも私の場合は体を使ってきた人使ってなかった人趣味や特技が磨かれた人磨かれてない人関係なくその人を儲けさすことはできるんですよねでこれがだから私の,その稼ぐために なんで時間や知恵を使っているのかというところの回答になると思います、まあ、一言で言うと他者を助けることができるんですよ自分が稼げるようになるともちろん稼いだお金は入ってあげるのもいいんですけども君だったらこの稼ぎ方がいいよっていうふうに的確で明確なアドバイスができるんですよねまあそうすると私が現金をあげなくてもその人は自分自身で現金を作ることができるっていうことなんじゃないかなと思います 最近はいろんなものが物価高騰してますよね卵も上がってきて牛乳も値上がりして食品のほとんどが値上がりしました電気代が値上がりしましたガス代もです水道代もです全部値上がりですどうですかね暮らしは苦しくなると思いますけどもしかし普段から余剰資金を使いながら暮らしているとそんなに尻に火がついた感覚にならずに済むのはまあ興味深いところですよね まあつまり、電気代が上がっても、卵代が上がっても、食品代が上がっても、その前に私の場合は、車の保険料とかね、車庫のレンタル料とか、それからガソリン代とか、車検整備代とか、こういったのが圧倒的に上がらない限りは、今、好きな車をね、3台ほど所有してます。ベルファイアっていう排気量の3,500のやつ。 それからトランザム。これ排気量が5800です。セルショは 4900cc ですね。それぞれ3ナンバーなんですよ。維持費が高いし、経費はかなりかかります。まあでも、卵代を気にするよりも、まあこのランニングコストを抑えようと思ったら、車1台を諦めればいい話なんですよね。そうすると大なたが震えるわけなんですよ。まあそういうふうな暮らしを送ってるのはなぜかというと、やっぱりね、生涯に、 まあ乗れれるる車のの台数っててが限られてるんですよね私は車が結構好きなんで好きな車には乗っていきたいなと思うんですが車を同時に3台も4台も所有できなかった時って2年サイクルとかになっちゃうんですよねで気に入った車に乗っていながらもあっちもいいなこっちもいいなっていう思いをちょっとね、うん、不完全燃焼しながら今の車に乗るっていう形になるんですよでも今は今日はこれ明日はこれ明後日はそれみたいな感じだったり洗車をね 二台三台同時にやるとそれだけでなんかすごくね楽しいんですよねつまりはこういうふうな自由な時間とゆっくりと洗車をするそしてドライブをするだけのゆっくりとした時間を確保しようと思うと時間とお金を確保しようと思うと私はどっかに勤めていたらダメだなと思うんですよ通勤に足として車を使うんだったらとてもじゃないけども今私が所有している車はもったいなすぎるわけですよ でも趣味や遊びとして使う分にはやっぱり一番気に入った車でいたいなと思うんですよ、まあ、つまり通勤という目的ではなくてあの所有するっていうのが目的なんですよねでそういうふうに限られた人生で自分が到達できる最も豊かで贅沢なことをしたいなと思うから自分で自らお金を稼ぐっていう出発点になるわけなんですねであとはねもう一つぐらいちょっと挙げるとすると家族との時間ですよね 私が朝出勤して夜帰るような暮らしを送ると少なくとも一日のうち半日は家族と過ごせないわけですよつまり人生の半分をせっかく作った家族と過ごせないことになっちゃいますだとしたら自分のお金を売る手段としては最大限家族との時間を担保できるものにしようかなと思った時に今はテクノロジーがありますんでね在宅で勤務ができるっていうところもあるししまいには在宅しなくても これは不思議な言い方ですけども、自分がいなくてもお金を稼ぐ仕組みっていうのは作ることができるんですよ。ですんで、今はそうしてるかなっていうところですよね。で、今私はあのトレードもしてますけども、FX のトレードってのは時間かかんないんですよね。あの本当に1回のトレードは3分か5分です。それを1日のうちに朝昼晩と何回かに散りばめておくだけなんですよ。あとはスマホを2秒3秒チラッと見るぐらいです。 それでいてチラッと見た時にあこれは仕掛けとかないといけないなと思ったらパソコンの前に行ってすするだけなんですよね。そうするとちょっとごめんねって言ってトイレに行くような感覚トイレから帰ってきたような感覚で5万、10万10とというニットを1日に得るることができるんできんすよね。それから暗号通貨投資もあります暗号通貨っていうのはこれは根拠がねないようであるようなちょっとよく分かんない感じなんですけども完全な勘ですね でその間に従って買ったり売ったりをすることによって私の場合は利益が生まれてるんでもう大振りしなければ、うん、この暗号通貨投資もそこそこの利益を持っていけるのかなと思ってますでこの FX なり暗号通貨の投資なんですけどもこれが別になくても私にはアフィリエイトとかね YouTuber という仕組みがありますのでこちらからも収益が得ることができますしそれからね携帯利権っていうのもあるんですよ何度もお話し,しましたけども私はスマートフォンの利権を持ってます ですのでこのスマートフォンから収益を毎月10万前後も得ることができてるわけなんですよ。こういうふうに身の回りのもののあらゆるところから私は消費してるようで収益を得てるわけなんですよね。この仕組みを作りながらこの10年やってきたんでお父さんお母さんとねゆっくり過ごすこともできますし家族とべったり過ごすこともできますしたくさんの思い出とともに感謝を表現したり恩返しをしたり であんまり贅沢はできませんけども惜しげもなく、まあ、外食に行ったりとかね身の回りのものを躊躇なくこうやって買ってみたりってこともできるわけなんですよねまあ私のお金を使うものって言ったら DVD 買うぐらいしかないんで本当にね安上がりといえば安上がりなんですけどもそれでもね1枚1000円とか2000円しますんで1週間に10本ぐらい買っちゃうとすぐにね3万前後になるんですよまあそれでも言ってみればそのぐらいですからねまあちょっとでも お金使いすぎてるような感じがしますねでもね車もほとんど乗らないんですよ特に DVD 見てる間って乗れないじゃないですかだからトレードオフなんですよね DVD を楽しんでいたら車はただ置いてるだけになるし車を楽しんでる間は DVD 見れないしみたいなねまあでもこういうふうなねことができるのも時間がしっかりあるからそしてなんで時間がしっかりあるかっていうと自分のビジネスをしてるからなんでしょうねうん だからね、みんなができるとは言いませんけどもできる人から順番にこういうふうに時間とお金が自分のね、コントロール下にあるような、まあ、そんなね自分で自分の人生の主導権を握るようになるといいんじゃないかなと思いますけどもね。はい、じゃあ今回は以上でございます。